様、お待たせいたしました。今日はここブルースタジアムにて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、先発投手の状態ですがコンディションは良さそうです。そして対する一塁側、先発投手の状態ですが本日絶好調の模様、これはかなり期待できそうです。この戦いの模様は熱森宗敦が熱く熱くお届けいたします。いざプレイボール。ナンバーセブン凌介辰巳、第9投げた、いいボールだ。変化球が切れています。投球2球目投げた、ストライク、外角低めいっぱい、軽くポンポーンと追い込みます。打ちました。ピッチャー左のフライになりました。ピッチャー落下点に入りました。取りました。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。投げました、ストレートはボール、カウントワンボール。大きなスイング、空振り。第3球を投げた、打った、ファウル。さあ勝負してくるのか。打ちました、一塁送球アウト。ナイスな当たりでしたがピッチャー正面、これでツーアウト。打席には3番バッターが入ります。スプリットはボール。第2球を投げた、スプリットはボール、外わずかにボールゾーン。第3球投げました、球威のある球を投げ込みます。第4球投げました、これでかいぞ。ライトセンター見送った、ホームラン、先制ホームラン、いらっしゃい。ストレートを完璧に捉えました。そして祝福を受けます。お帰りなさい。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。さあ4番が打席に入ります。ボール外れた、投球これから2球目、ボールに勢いがあります。さあ3球目、ファールチップ、振っていきましたがかすっただけ。さあ次は何で来るか。打ちました、ヒット、クリーンヒットだ。打席には5番バッターが入ります。投げた、アウトコース高め、ストライク。投球これから2球目、インコース高め、ストライク。さあ私的には落ちる球で華麗に抑えたい。一塁へ牽制球を送ります。さあ外してくるのか、打った、掴んだ、二塁へトス、二塁アウト、これでスリーアウト。1回の表が終わって1対0、先行チームまずは先制しています。先行チーム先発投手がマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1番バッターが打席に入ります。投げた、高速スライダーはストライク。バッター思わず体を背けた。第3球は打ちました、ファウル、ワンボールツーストライク。打った、ボールはレフトへ飛んで掴みました。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。さあ初球ミットへ一直線、指にかかったストレート。さあ次の球、直球見送ってボール。第3球投げました、打った、これはキャッチャー取れません、ファールボール。打ちました、ファウル、ストレートはボール。次が6球目、投げました、打った、一塁線、いい当たりですが右に切れていきます。打った、サードオーバー、レフト前ヒット、ヒットを放ちました。ワンアウトから同点のランナーが出ました。打席には3番バッターが入ります。振り出しに戻したいところ。
第2球をランナー用意とゲサーッとさせた、タッチアウト。ツーアウトランナーはなしとなりました。真ん中決まってストライク。さあ勝負してくるのか。打ちました、ライトへ上がった、取って、これでスリーアウトチェンジ。1回が終了して1対0、高校チーム無得点で終了です。6番バッターが打席に入ります。球威のある球を投げ込みます。投球これから2球目、アウトローギリギリいっぱいストライク。次はどう攻めるのか。打ちました、ファウル。第4球投げました、打った、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。打席には7番バッター、投げた、初球を打った、サード左、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト。8番バッターが打席に入ります。投げた、インコースのボール逆方向へ、軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0、この回見事三者凡退としました。さあ4番が打席に入ります。投げました、空振り、タイミングが合いません。さあ次の球打ちました、抜けた、ナイスなバッティングです。ノーアウトで同点のランナーが出ました。打席には5番バッターが入ります。いい形に持っていきたいところ。アウトロー見送ってストライク、バットを出しません、ボール。さあ次は何で来るか、合わせた、一二塁間抜いていった、中継失礼します。高校チーム同点のチャンスを迎えます。投げた、ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。投球これから2球目、打った、これはスタンドに入りそうです。切れていきます、ファール。打ちました、切れていきます、ファール。外れた、ボール。先行チーム同点のピンチ、ノーアウトランナー一塁二塁、外のボール球打った、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。ツーアウトランナー三塁に変わります。打席には7番バッター。さあ反撃の時間が来ました。第2球はカーブはストライク、一つ外したボール、やや浮いてしまったか。さあ勝負してくるのか。さあ仕留められるか、打った、いい当たりだ、破った、高校チーム同点、1対1。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。高校チーム得点を挙げ、なおもランナー1塁、8番バッターが打席に、初球流し打ち、これでアウトが3つ、攻守交代です。2回が終了して1対1、高校チーム同点となっています。打席には9番バッター、さあ初球、直球見送ってボール、いいコースですが外れています。スプリットはボール、わずかに低いか。第3球投げた、アウトハイ、見送ってストライク。次が4球目、投げました、打った、ファールグラウンド、キャッチしています。これでワンアウト。そして迎えるバッターは辰巳、初球は凌介、スプリットはボール。第2球投げました、ぶっ飛ばした、これは気持ちのいい当たり、フェンスのお外へぶち込んだ、ソロホームラン、ストレートを完璧に捉えました。ベンチはハイタッチで迎えます。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。
先行チーム得点を上げ、ここからどう攻めるか。打席には2番バッターが入ります。さあ次の球、インハイ決まってストライク。第3球は外のボール球、打った。打ち返した打球は取りました。これで2アウト。打席には3番バッターが入ります。打ちました。三遊間のゴロ、一塁送球、アウト。これで3アウト。3回の表が終わって2対1、先行チームこの回1点を入れ勝ち越しています。打席には9番バッター、投げた、見送ってボール。投球これから2球目、変化球ビンビンに切れています。さあ3球目、高速スライダーはストライク。さあ次は何で来るか、高速スライダー空振り三振。ボール球で仕留めました。投げた、打ちました、初球打ち、破っていった、ヒットだ、ヒットになった。ワンアウトから同点のランナーが出ました。ストライクになった。キャッチャーにタッチはセーフ、盗塁成功。一塁ランナーは二塁に進んでいます。投球これから2球目、あっこれ危ない。投球3球目、低め決まってストライク。二塁牽制、二塁タッチセーフ、打ちました、強襲。一塁へ送る、アウト。高校チームなおもチャンスが続きます。打席には3番バッターが入ります。さあ反撃の時間が来ました。さあ次の球、打った、打球はサードの右、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。序盤が終了して2対1、先行チーム同点のピンチをしのぎました。ではここでゲームは中盤4回に入ります。さあ4番が打席に入ります。投げました、真ん中見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、ストライク。平本厳しいところ、さあ外してくるのか。スプリットはボール、ワンボールツーストライク。シンカーはボール、ツーツー、平行カウント。さあ次は何を投げてくるか。打った、痛烈な当たり、掴みました。これでワンアウト。打席には5番バッターが入ります。空振り、少し気遅れしたか。さあ次の球、ボールに勢いがあります。次はどう攻めるのか。スプリットはボール、低め攻めてきます。さあ勝負してくるのか。スプリットはボール、カウント2ボール2ストライク。さあ仕留められるか。インコースボール、体に近いところ。さあ次で決められるか。選んでフォアボール、よく選びました。6番バッターが打席に入ります。そのバッティングで点差を広げていきたい。第2球を投げました、スプリットはボール、カウント2ボール。インサイド見送ってストライク。次が4球目、打ちました、切れていきます、ファール。打った、ライナーだ、ライト前のヒットになります。いいバッティングを見せました。チャンス拡大。打席には7番バッター、リードを広げておきたい。真ん中見逃してストライク。第3球を打ちました、いい当たり、セカンド強襲、今拾った、二塁フォースアウト。ナイスな当たりでしたがセカンド正面。先行チームなおもチャンスが続きます。
第2球投げた。これは見送ってボール。これは完全にボールです。打ちました。取って、これで3アウトチェンジ。4回の表が終わりまして2対1、先行チーム2アウト1塁3塁のチャンスでしたが得点。さあ4番が打席に入ります。投げた、低め見送ってストライク。投球2球目、投げました、ストレートはストライク。打ちました、二遊間ライナー、破っていった。かっこよさを見せつけます。今日これで2打数の2安打。打席には5番バッターが入ります。ランナーを返すことに集中したい。投げた、初球打ち、バッターぐーんと伸びて左に切れていけました。外角低め見送ってストライク。サクッとツーストライクまで追い込んだ。打った、ショートズドン。これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。まずは初球、直球空振り、少し迷いが出たか。一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回、ここは注意を怠りません。投げた、高速スライダーはボール。第3球をインコース空振り。さあ追い込んだ、打ちました、サード下がった。あっと、ボテンヒットになった。中継、安打を放ちます。高校チーム同点のチャンスを迎えます。打席には7番バッター。どういうバッティングをするのか。投げました、アウトロー決まってストライク。まずは決めてきました。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げました、打った、ファウル。ボール外れた。高校チーム同点のチャンス、ワンアウトランナー1塁。初球空振り三振。実にしびれるピッチングです。投げた、高速スライダーはボール。カウントワンボール。第2球投げた、低めギリギリいっぱいストライク。第3球は内側、危ないボール。第4球を打った、これでアウトが3つ。攻守交代です。4回までが終了して2対1、先行チーム同点のピンチをしのぎました。打席には9番バッター浦田。投げました、バットを出しません。ボール、カウントワンボール。第2球はミット一直線、指にかかったストレート。さあ3球目、インコース見送ってストライク。これで追い込みました。さあ次は何で来るか。低め空振り三振。さあそしてバッターは先ほどホームランの辰巳。いいボールだ、変化球が切れています。第2球投げました、球威のある球を投げ込みます。さあ外してくるのか。あっと危ない、間一髪かわした。さあ勝負してくるのか。スプリットはボール。さあ次は何を投げてくるか。打ちました、ファウル。スプリットはボール。打った、いい当たりだ、強襲。辰巳、いい当たりが炸裂しています。これで今日は3打数の2安打。打席には2番バッターが入ります。そのバッティングで点差を高く上がってます。ライト交代、取りました、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。打席には3番バッターが入ります。ここはランナー警戒します。さあ次の球、2球目も外してきます。
一塁へ牽制球を送ります。牽制、ランナーに睨みを効かせます。アウトコース低めストライク。第4球は、ボールに勢いがあります。一塁牽制、タッチはセーフ。かなりランナーの動きを警戒しています。打ちました。そのままベースに入ってアウト。これで3アウト。5回の表が終わりまして2対1、先行チーム1点リードは変わりません。打席には9番バッター、投げました。アウトロー、空振り。カウント1ストライク。第2球を投げた、打った、切れていきます。ファール、一つ外してボール。完全なボール球。さあ次は何で来るか。外れた、ボール。カウント2-2。見送ってボール。これは完全にボールです。さあこれで決まるのか。打った、痛烈な当たり、ショートズドン。これでワンアウト。1番バッターが打席に入ります。投げた、ストライク、低め。第2球は真ん中、決まってストライク。次はどう攻めるのか。打ちました、インコース、抜けた、ナイスヒットです。ワンアウトから同点のランナーが出ました。打席には2番バッターが入ります。なんとか優位に持ち込みたい。盗塁成功。さすがの足を見せます。一塁ランナーは二塁に進みました。さあ外してくるのか。打ちました、サードの左、一塁へピュン。一塁間一発セーフ。記録はきっと内野安打になりました。これで今日は3打数の2安打。打席には3番バッターが入ります。さあ反撃の時間が来ました。投球2球目、外ストライク。投球3球目、球威のある直球、バッター動けません。さあ勝負してくるのか。ストレートはボール。高校チーム同点のチャンス。ワンアウトランナー一塁二塁。打ちました、一二塁間へ。ボールを掴んだ、アウト。高校チームなおもチャンスが続きます。さあこの大事な場面、守りきることができるか。さあ次の球、空振り。指にかかった、いいボールです。次はどう攻めるのか。打った、ファースト、これは守備範囲内。一塁踏んづけてアウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。やりました、絶対に点はやれないという気迫が伝わってきます。さあ4番が打席に入ります。ダンブレック。さあ初球、ストライク、アウトローへ。さあ次の球、スプリットはボール。低めに攻めていきます。投球これから3球目、シンカー見送ってボール。ツーワン、バッティングカウント。さあ4球目、低めいっぱい、ストライク。さあ追い込んだ。さあ仕留められるか。ボール、外れた。さあフルカウント。さあ次で決められるか。三振。打席には5番バッターが入ります。木本、バットを出しません。ボール。これで球数はちょうど80球。外れた、ボール。カウント2ボール。第3球はスプリット、空振り。タイミングが合いません。第4球は、あ、来たか、入れ入れ入れ。バタランナー一気に二塁へ。
ツーベース、今日初めてのヒットになりました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。6番バッターが打席に入ります。リードを広げておきたい。投球2球目、これはボール、ワンボールワンストライク。シンカーはボール、カウント2-1。投球これから4球目、スプリットはボール、完全なボール球。第5球、よく見た、フォアボール。打席には7番バッター。このままどんどん攻めていきたい。第2球は高め、見送ってストライク、カウント1ボール1ストライク。二塁牽制、二塁タッチセーフ。投球3球目、直球ストライク、これで追い込みました。さあ次は何で来るか、三振。よし、8番バッターが打席に入ります。空振り。さあ次の球、また空振り。さあ私なら最後は落ちるボールで仕留めます。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。低めボール球打った、三遊間の打球アウト、これでスリーアウト。6回の表が終わりまして、2-1、先行チームワンアウト1塁2塁のチャンスでしたが得点を。打席には5番バッターが入ります。初球はストレートはストライク。第2球を投げました、打った、いい当たりだ、掴みました。これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。第9を投げた、高く上がってます、ファーストの頭上、フラフラっと上がっている、取りました、これでツーアウト。打席には7番バッター、フラックス。第9投げた、見送ってボール。空振り、少し気遅れしたか。第3球投げました、カーブ見送ってボール、打ちました、レフト前のヒットになります。気持ちのいい当たりを見せてくれます。これで今日は3打数の2安打。8番バッターが打席に入ります。とにかく同点の展開に持ち込みたい。第2球投げました、カーブ決まってストライク。一塁へ牽制球を送ります。ボール、バッター思わず避けます。一塁牽制、一塁タッチセーフ。ストライク。さあ追い込んだ。さあ次は何を投げてくるか、打った、サードバックしていった、ヒット、クリーンヒットだ、初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打席には9番バッター、どういうバッティングをするのか。二塁タッチセーフ。初球はバッター思わず体を背けた。第2球を投げた、抜群の切れ味、バッター動けません。第3球投げた、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。中盤まで終了して2-1、先行チーム同点のピンチをしのぎました。試合は終盤7回に入ります。打席には9番バッター、スプリット空振り、カウント1ストライク。さあ次の球、外角見送ってストライク。さあ外してくるのか、ボール外れた、カウント1ボール2ストライク。さあ勝負してくるのか、打った、
打球はセンターへ、ヒット、ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。先行チーム、ダイソー投入です。ここでバッターは辰巳。そのバッティングで点差を広げていきたい。投球2球目、変化球ビンビンに切れています。第3球投げました。スプリット空振り、これで追い込みました。さあ次は何で来るか。さあ仕留められるか。打ちました、センター前ヒット。辰巳ナイスなバッティングです。チャンスを広げちゃいました。打席には2番バッターが入ります。リードを広げておきたい。第2球投げました、打った、さあゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。先行チームなおもチャンスが続きます。さあ次の球、アウトコース見送ってストライク。さあ私的には落ちる球で華麗に抑えたい。お、どうだ、一塁送球、アウト、これでスリーアウト。7回の表が終わりまして2対1、先行チーム2アウト3塁のチャンスでしたが得点には結び。先行チームピッチャーを交代します。今日2人目のピッチャーとして登板です。1番バッターが打席に入ります。投げました、インコースボール。投球2球目、投げた、インローギリギリいっぱいストライク。打った、痛烈な当たり、ショート右、一塁へ送る、アウト。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。スライダーはボール。第2球を投げた、バットを出しません、ボール、カウント2ボール。第3球投げました、インサイド見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、掴みました、これでツーアウト。打席には3番バッターが入ります。初球はすっぽ抜け、ボール、余計な力が入ったか。第2球を投げた、落ちる球見送ってボール。初球ストライク。第4球は打った、ライトへの打球取って、これでスリーアウトチェンジ。7回までが終了して2対1、上位打線を三者凡退に仕留めています。高校チーム、ここでピッチャーを変えます。今日2人目のピッチャーとして登板です。さあ4番が打席に入ります。初球はスライダー決まってストライク。完璧に捉えた、ライナー、いいバッティングを見せました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。打席には5番バッターが入ります。そのバッティングで点差を広げていきたい。打ちました、いい当たり、ショートズドン、これでワンアウト。6番バッターが打席に入ります。高めの球空振り。さあ次の球、あっとキャッチャー取れない、ぐっと逃げる。ワンアウトランナー2塁に変わります。外れた、ボール、カウント2ボール1ストライク。ジャストミート、抜いていった、2塁ランナー3塁回った、ボールは中継、先行チーム1点入りました、3対1。それでは先ほどの得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。
打席には7番バッター。この回畳みかけていくか。投球2球目、スプリット空振り、少し迷いが出たか。さあ3球目、いいボールだ、変化球が切れています。さあ勝負してくるのか。打ちました、ファウル。第5球は打ちました、掴んだ、そのままベースに入ってツーアウト。8番バッターが打席に入ります。さあ次の球、スプリットはボール、ワンボールワンストライク。さあ3球目、外角によってストライク、ワンボールツーストライク。さあ次は何で来るか。さあ次は何を投げてくるか。引っ張った、ベースカバー、アウト。胸の熱くなるプレーを見せてくれます。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって3対1、先行チームこの回1点を取りリードを広げています。先行チームピッチャーを変えてきました。マウンド上は岩下、今日3人目のピッチャーとして登板です。さあ4番が打席に入ります。見送ってボール、カウント1ボール。投球2球目、変化球ビンビンに切れています。投球これから3球目、ボール、外れた、ツーワンバッティングカウント。第4球は打った、いい当たりだ、一塁送球、軽やかにさばいてみせます。打席には5番バッターが入ります。第1球を投げました、打った、初球打ち、一塁へ送る、軽快な守備を見せました。6番バッターが打席に入ります。第1球を投げました、スプリット空振り、バットが空を切りました。第2球を投げた、打った、痛烈な当たり、一、二塁間ライダー破っていった、かっこよさを見せつけます。打席には7番バッター、なんとか1本つないでほしい。第2球投げた、スプリットはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球投げます、打った、ファウル、カウント1ボール2ストライク。打ちました、いい当たり、破った、ボールは中継、いい当たりが炸裂しています。今日これで4打数の3安打、どうやら肌ツヤがいいと思いました。投球これから2球目、アウトコース低めストライク。さあ私なら最後は落ちるボールで仕留めます。バットを出しません、ボール、いいコースですが外れています。スラーブはボール、ツーツー、平行カウント。お、打ちましたが破っていった、ナイスヒットです。高校チームなおもチャンスが続きます。さあピッチャーは気合十分、ここは抑えてくれるでしょう。さあ次の球、これは見送ってボール、ワンボールワンストライク。さあ3球目、お、どうだ、これでアウトが3つ、攻守交代です。いました、ナイスピッチング、絶対に点はやれないという気迫が伝わってきます。高校チームピッチャーを交代します。最終回2点ビハインドの場面でマウンドに上がります。さあいよいよ最終回、バッターは9番古賀、アウトハイ決まってストライク、まずは入れてきました、打った、いい当たりだ、三遊間ライダー破っていった、古賀気持ちのいい当たりを見せてくれます。ここでバッターボックスは辰巳、ランナーを進められるか。第2球を投げました、打った、痛烈な当たり、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、打席には2番バッターが入ります。ナックルはストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、ナックルはボール、カウント1ボール1ストライク。変化球が鮮やかに決まります。さあ勝負してくるのか、
外のボール球打った。二塁へ送る。二塁はセーフ。記録はフィルダースチョイス。チャンスを広げました。打席には3番バッターが入ります。リードを広げておきたい。投球これから2球目。ミット一直線。指にかかったストレート、直球見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。二塁牽制。二塁タッチはセーフ。さあ次は何で来るか。打ちました。抜けた。クリーンヒットだ。チャンスを広げています。さあ4番が打席に入ります。この回畳みかけていくか。うん、いいボールだ。変化球が決まります。投球2球目。うん、変化球が鮮やかに決まります。次はどう攻めるのか。さあ勝負してくるのか。飛んでいった。文句なしの当たりだ。球場の外へ放り出した。グランドスラム。快音残して打球は場外へ。ストレートを完璧に捉えました。先行チーム得点を挙げ、ここからどう攻めるか。打席には5番バッターが入る。初球打ち、レフト前ヒット。クリーンヒットです。6番バッターが打席に入ります。第1球投げました。インコースボール、体に近いところ。一塁へ牽制球を送ります。さあ次の球、スローボール空振り。ワンボールワンストライク。第3球投げた。ナックルはボール。カウント2-1。インコースのボール逆方向へ、アウト。これで2アウトランナー2塁。高校チームここでピッチャーを変えます。今日4人目のピッチャーとして登板です。打席には7番バッター。顔の前を通過。第2球を投げた。直球空振り。投球これから3球目。打ちました。抜いていった。二塁ランナー一気にホームへ。二塁ランナーホームイン。先行チームリードを7点に広げます。8-1。先行チーム得点を挙げ、なおもランナー1塁。8番バッターが打席に入ります。投げました。足元崩してきます。内側危ないボール。次が4球目。打った。ツーツー。平行カウント。ランナー自動スタート。打った。破った。一塁ランナー一気に三塁へ。ヒットを放ちました。初安打。そしてバッターは古賀。うん、いいボールだ。変化球が切れています。一塁牽制。タッチはセーフ。投球これから2球目。インサイドストライク。さあ外してくるのか。内角ボール球打った。ヒットになります。カットマンへ送る。カーターチーム苦しい展開になってきました。9-1。さあそして迎えるバッターは今日3本のヒットを放っている辰巳。第2球投げた。低めストライク。次はどう攻めるのか。さあ次は何で来るか。さあ仕留められるか。高く上がった。センター前に出る。取って、これで3アウトチェンジ。9回の表が終わって9-1。先行チームこの回6点を入れ、リードを広げています。先行チームここで守備が変わります。1番バッターが打席に入ります。投げた。低め決まってストライク。まずは入れてきました。投球これから2球目。これはボール。さあ3球目、スラーブはボール。カウント2ボール1ストライク。高く上がってます。レフト落下点に入りました。レフト取りました。
打席には2番バッターが入ります。第9を投げました。まっすぐ空振り。打った、引っ張った、一塁線、いい当たりですが右に切れていきます。スプリット、空振り三振。いました、三球勝負で仕留めました。外れた、ボール、カウントワンボール。投球2球目、球威のある球を投げ込みます。さあ3球目、打った、取りました。先頭チーム、最後をきっちり打ち取ってゲームセット。ここチーム、残念ながら痛い敗戦となってしまいました。圧倒的な戦力の前に力尽きてしまった。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役はなんといってもこの人、4打点を挙げる活躍です。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。